ブラックスタ醸造製、ビダルアイスワイン2 0 0 5後スウェーデンワインは、スウェーデンで生産されるドウから作られる商業用のワインの総称である。生産量はごく少量であるが、1990年代の終わり頃から成長が見られる。非常に限られた用法ではあるが、スウェーデンワインという用語は、スウェーデン産のフルーツワインを指す用語としても用いられている。 このワインは輸入されるブドウジュースからスウェーデン内で作られる非常に長い伝統を持つワインであり、その歴史はスウェーデン内での実際のブドウ栽培よりも昔に遡ることができる。スウェーデンはヨーロッパのツル植物ビニフェラシュが自生するには北寄りすぎるため、ここ一世紀の間にブドウからワインが作られる伝統はなかった。いくつかの資料によると中世のスウェーデンで カトリック教会の修道院が運営するブドウ園があったと言われるが、これを検証してみると、例えば、イギリスでのワイン作りと対比した場合はるかにその証拠となるものは少ない。スウェーデンのオランジェリーや、その他の温室での小規模のブドウ栽培は長い間続けられてきたが、この栽培の目的は、食用の果実そのものの採取や鑑賞、展示を目的としたものであり。 ワイン作りを目的としたものではなかった。20世紀の終わりに向けて、カナダワイン、イギリスワイン、デンマークワインで実証されるようなすでに実績のあるワイン生産地域よりも北の地域へ、商用のワイン醸造が徐々に進出してきた。この傾向は特に交雑品種の新しい派生種が利用可能になったことと、新しい醸造技術の発達によるものであろう。 スウェーデンで商用のワイン醸造を行うという考えは1990年代に発生した。先駆者たちの中にはスウェーデンよりも早い時期にワイン醸造が始まっていた近隣のデンマークに触発を受けた者がおり、その一方でその他のワイン生産地の国々での経験から影響を受けた者もいた。驚くべきことであるがある一定の規模を持つ最初の二つのワイナリーは スウェーデンの南端ではなく、セーデルマンランド県のフレン近郊とスウェーデンで、最も日照時間が長いゴットランド島に、設立された。しかし後に続いたほとんどのワイナリーは、スコーネ地方に所在する。ブドウを、外から買い入れるのではなく、自ら温室で栽培する、小規模ワイナリーも存在する。2000年代の初めから、少数の商用ワインのうちの少量が、 システムボラゲットを介した販路を開拓した。趣味としてではなく、事業としてのワイン作りを行っていると考えられる。醸造家はスウェーデンには数えるほどしかいない。2006年にスウェーデン農業庁が数えたところ自己所有のブドウ畑から商用ベースのワインを生産しているスウェーデン企業は4社であった。総生産量は 5617L で、 そのうち 3632L が赤ワイン、1985L が白ワインで構成され、これらは約10ヘクタールのブドウ畑から生産されていた。スウェーデンワイン育成協会は、スコーネ地方に30の40のブドウ栽培者がいると見積もっているが、この中には1ヘクタールの限られた面積のブドウ畑で趣味として栽培しているものも含まれている。 欧州連合の一員として、スウェーデンのワイン生産は EU ワイン法を遵守しなければならない。しかし、スウェーデンの商用ブドウ畑の面積の合計が100ヘクタール以下である限りスウェーデンには、作付規制は適用されない。規制のこの部分は2015年には撤廃されることになっているので、おそらくスウェーデンは、この規制の影響を受けることはない。今のところスウェーデンは、 使用できるブドウの品種を含めてワイン醸造に関する最低限の法律や規制しか制定していない。スウェーデンワインには原産地名称保護制度がないためにスウェーデン産ワインはテーブルワインに限定され指定産地有料ワインとしては販売できない。これはラベル表記にいくつかの制限が課せられ、例えばラベルにヴィンテージ年を記すことはできない。以下のブドウの品種が スウェーデンでの商用ワイン生産用に認可されている白ぶどう赤ぶどう。ありがとうございます。